皆さん、こんにちは。夏美です。今日のクラスは、便秘を改善するというのをテーマに始めていきたいと思います。実はね、私もちょっと今便秘気味なんですよね。ちょっと食べ過ぎてしまって。なので、お腹をね、すっきりとさせていこうかなと思います。少し腹筋を使ったりとか、お腹を伸ばしたりとか、ねじったりとかする動きがありますので、もしご飯今食べちゃったよっていう方は、少し間を空けて、お腹がね、ある程度軽くなって、物が消化された時にやってみてください。それでは、お水取ってない方は、お水をしっかりと取って準備してください。始めていきましょう。足をクロスした形で座っていきます。膝をなるべく外に広げて、両手は膝の上。優しく目を閉じていきましょう。まずは姿勢を整えていきます。頭からお尻までをまっすぐに。重心はお尻に多くをかけていきます。肩甲骨同士を軽く寄せ合って、両肩の力をストンと抜き、胸を開いて呼吸しやすくしましょう。顎はマットに対して平行です。眉間の間には力を入れず、鼻の呼吸に意識を向けていきます。ゆったりとした心地の良い呼吸を、繰り返していきましょう。それでは、あと一つ呼吸をしましょう。吐く息をしっかりと吐き切れたら、自然な呼吸に戻っていきます。それでは、ゆっくりと目を開いていきましょう。両足を伸ばして長座になります。背中を後ろに倒していくので、後ろのスペース十分空いているか確認して、ゆっくりと背中を倒していきましょう。頭が最後、マットの上です。そしたら少し体を伸ばしていきましょう。両手頭の上、万歳、気持ちよく伸びまーす。目いっぱい伸びる。吐いて脱力。伸びることで自律神経が整うとも言われていますので、まずはね、気持ちよく伸びをしていきましょう。もう一つ吸いながら伸びまーす。気持ちよく伸びましょう。目いっぱい伸びる。吐いて脱力。肩肘緩めてリラックスです。もう一度行きましょう。吸いながら伸びまーす。吐きながら緩めまーす。肩に力入りすぎないように気をつけて。吸って伸びる。吐いて脱力。もう一つ吸いながら伸びまーす。伸びたまま自然呼吸しましょう。伸びをしたまま自然呼吸。
それでは、大きく息を吸って、思い切り吐いて脱力。自然な呼吸に戻りましょう。両腕は自分のタイミングで下ろしていきます。それでは足幅を腰幅ほど開き、両足のつま先を上、吐きながら両足の甲を前に倒して、吸いながら両足のつま先内側から外側へ。呼吸は自然です。大きな円を描いていきましょう。両足のつま先内側から外側へ、大きな円を描いて動かしていきます。呼吸は自然です。足首を動かしていく。足の甲が伸びたら反対。両つま先外側から内側へ、大きな円を描いて大きく動かしていきましょう。あと一つ。足の甲が前に伸びたら、吸いながら両つま先上に、吐きながら脱力。呼吸を整えていきます。それでは、少しずつ意識外の方に戻していきましょう。それでは、足開いている方は閉じて、体の線をまっすぐにしていきましょう。右の膝を曲げて、右膝と右胸を近づけ、両手は右足を抱えていきます。指と指をしっかりと組みましょう。腕の重さと腕の力で、右太ももとお腹を近づけていきます。右足のお尻から太ももの後ろにかけての筋肉を伸ばし、右足のお腹と太ももを近づけることでお腹に少し圧がかかっていきます。しっかりと呼吸してみてください。もう少し余裕があれば、右膝と右胸をさらに近づけていきます。股関節に圧迫が入りますが、しっかりと呼吸してください。それでは両手を緩めて足を下ろしていきましょう。反対いきます。左の膝を曲げて、左膝と左胸を近づけ、両手は左足を抱えていきます。指と指をしっかりと組んだら、腕の重さと腕の力を借りて、
左足のお腹と太ももを近づけていきましょう。左足のお尻から太ももの後ろにかけてを伸ばし、股関節にぐっと圧迫がかかりますが、お腹を意識しながら呼吸しましょう。さらに行けたら、腕の力を借りて、左膝と左胸の距離をもう少し近づけてみてください。それでは、両手を緩めて、足を下ろしていきましょう。脱力です。両手頭の上に万歳。軽く伸びをしたら脱力。両膝を曲げて、お尻を持ち上げ、腰下げます。かかととお尻の距離を20、30センチほど離していきましょう。そしたらこの両膝を外側へ倒して足の裏と裏を合わせていきます。合席。両足の力を抜く。股関節を緩める。お尻の硬さを取ります。両腕両肩はリラックス。優しく目を閉じ、ゆっくり呼吸していきましょう。内太ももと股関節を緩めていきます。少しずつ伸びが深まってくると、内太ももと股関節が柔らかくなってくるので、足の重さで膝の位置が少しずつ下がってくると思います。膝の位置が自然と下がっていくと、おへその下、下腹部の筋肉が伸びてくると思うので、そこの伸びも感じてみてください。ゆっくり呼吸していきましょう。それでは少しずつ意識外の方に戻していきましょう。両腕を下げます。足が重たく感じると思うので、両手でサポートもしながらゆっくりと両膝を閉じていきましょう。両膝が閉じられたら、腰が浮いてないか確認し、足を片方ずつ伸ばして脱力です。肩関節と肩甲骨を動かしていきます。では両膝を曲げて、体の向きを左側に倒して横向きにしましょう。体の線がまっすぐ、あんまり丸くならないように気をつけて、左腕を伸ばし、その上に右手を重ねます。横向きです。右腕を大きく回していきましょう。呼吸自然でいいので、右腕顔の前を通過して頭の上で伸びます。手のひら上にして背中倒さず腕だけ回し下ろしてください。背中倒さず腕だけ回し下ろす。呼吸自然でいいので、前から後ろに大きく右腕を動かしていきましょう。なるべくお腹の横、肋骨、脇下を広げてみてください。背中は後ろに倒さず腕だけ回していきましょう。肩関節や肩甲骨が硬くなると姿勢がどんどん悪くなっていきます。背中は丸まり、お腹は縮み、肩は内巻き、脇は詰まる。なるべく大きな円を描きながら、硬くなっているお腹や硬くなっている肋骨、縮まっている肩周りなどをほぐしていきましょう。
脇の下のリンパも流していきます。呼吸は基本的に自然でいいですが、伸びをするときに息を吸ってあげた方が自然でやりやすいです。何回か動かしていきましょう。単純な動きですけれども結構難しいです。あと一周いきます。腕が下がりましたら動きを止めて、体をゆっくりと上向きにしていきましょう。お尻の位置が曲がってるかもしれないので、お尻の位置、背中の位置を整えて上向きに、体の向きを右に倒して横向きにしましょう。体の線整えます。あんまり背中が丸まらないように気をつけましょう。右腕を伸ばし、その上に左手を重ねていきます。呼吸は自然です。左腕、顔の前を通過して頭の上で伸びをしましょう。左の手のひら上に向けて、左腕だけ背中側を通って回し下ろしていきます。ゆっくりでいいです。腕が下がりましたら、左腕、体の前を通過して、頭の上で伸びましょう。吐く息で、左手のひら上に向けて、背中側から回し下ろしていきます。呼吸は自然でいいですが、慣れてきたら呼吸と動きを合わせてください。上に伸びるときに息を吸ってもらえれば、比較的できると思います。腕だけね、動かしていきます。背中とかは倒さず、腕だけ動かしていきましょう。あと一周行きましょう。腕が下がりましたら動きを止めて、体の向きを上向きにしていきます。お尻の位置、背中の位置を整えて、体の線を最終的にはまっすぐにしていきましょう。腕と足を下ろして脱力です。この後少し腹筋を使っていきます。押し出す力が弱くなると便秘になりやすいとも言われていますので、腹筋、お腹の筋肉を鍛えていきましょう。それでは足を閉じ、体の線をまっすぐにします。腕は下げますが、手のひらマットの方に向けて肩の力は落としてください。抜いていきましょう。顎は軽く引いておきます。それでは左足のかかと床から本当に数ミリ離してください。膝は伸ばします。吸いながら左足を上げる。ゆっくりと床に対して垂直のところまで吐いて、左足を下ろす。ゆっくりと
かかとはマットギリギリのところで離します。吸って、右足を上げる、ゆっくりと。吐いて、右足を下ろす、ゆっくりと。なるべく膝は曲げず、足は床に対して垂直のところまで行きましょう。吸ってあげる、ゆっくりと。眉間の間は力抜く。吐いて下ろす、ゆっくりと。吸ってあげる。吐いて下ろす。最後一つ、吸ってあげる。吐いて下ろす。最後もう一つ、吸ってあげる。吐いて下ろす。かかと丁寧にマットの上に下ろしましょう。反対。左足のかかと床からほんの数ミリ浮かせていきます。吸う息で左足を上げる。ゆっくりと。床に対して垂直まで。吐いて左足を下ろす。ゆっくりと。床に対してかかとギリギリのところまで。吸って左足を上げる。ゆっくりと。吐いて左足を下げる。ゆっくりと。かかとは床からギリギリのところで浮かしておきましょう。吸ってあげる。吐いて下ろす。吸ってあげる。吐いて下ろす。かかとが下がりきったら脱力。自然な呼吸です。整えていきましょう。腕は下げますが、手のひら上に向けてください。呼吸整えましょう。それでは両足を揃えていきましょう。少し負荷が強くなります。両手のひらはマットの方に向けて肩の力を抜いてください。両膝を曲げていきます。両膝と両胸を近づけて足の裏をマットから離していきましょう。それでは息を吐きながら両膝を伸ばします。吸う息で両足上げて膝に引き寄せる。吐いて伸ばして。吸って両足を上げて引き寄せる。吐いて伸ばす。吸って上げて引き寄せる。吐いて伸ばす。吸って上げて引き寄せる。吐いて伸ばす。吸って上げて引き寄せる。吐いて伸ばす。肩力抜く。吸ってあげて引き寄せる。吐いて伸ばす。吸ってあげて引き寄せて。最後、吐いて伸ばす。吸ってあげて引き寄せて。吐いて脱力。手のひら上に向けたら腰が浮かないように足を片方ずつ伸ばしていきましょう。脱力。負荷が強すぎるので、腹筋があまりない方はちょっとね、できないかもしれません。
この後腹筋ねじりを加えていきます。足を閉じ、両膝を曲げていきます。しっかりとつま先かかと膝太ももピタッとくっつけて、両手頭の後ろ、指と指を組みます。両肩、二の腕、両肘すべて広げてマットの上に置いてください。どうしても浮いてしまうところがある方は、それ以外のところをしっかりとマットに下ろしていきましょう。肩、二の腕、肘、しっかりと下ろしていきますが、それでも浮いてきてしまうところあれば、両肩だけはしっかりと落としていきましょう。それでは、両膝を右へ倒します。顔の向きは左。息を吐きながらしっかりとねじっていきましょう。吸って顔と膝が正面。吐いて両膝左、顔は右、ねじります。吸って膝と顔が正面。吐いて両膝右、顔は左、ねじります。足が離れないようにしっかりと押す。吸って膝と顔が正面。吐いて両膝左、顔は右、ねじります。吸って顔と膝が正面。吐いてねじる。吸って真ん中。吐いてねじる。吸って真ん中。吐いてねじる。吸って真ん中。吐いてねじる。上の足で下の足を押す。吸って真ん中。吐いてねじる。吸って真ん中。吐いてねじる。吸って真ん中。吐いてねじる。あと一回行きましょう。吸って真ん中。吐いてねじる。吸って真ん中。吐いて両腕を下げて体の線を整え、足を伸ばして脱力です。呼吸整えていきましょう。それでは、片膝ずつ曲げていきましょう。お尻を持ち上げ、腰下げて、両膝と両胸を近づけ、両手は両足を抱えていきます。膝と膝をしっかりと閉じて、顎を引いて肩下げていきましょう。もう少し腹筋を使っていきますが、肩と首の筋肉も同時に使っていきます。
それでは顎を引いて、鼻から大きく息を吸って、吐いて上体を起こします。おでこと膝を近づける。吸って緩めましょう。吐いて上体を起こす。おでこと膝を近づける。吸って緩めます。吐いて上体を起こす。おでこと膝を近づける。吸って緩めて。吐いて上体を起こす。おでこと膝を近づける。吸って緩めて。吐いて上体を起こす。おでこと膝を近づける。吸って緩めて。吐いて脱力です。腕と足は丁寧に下ろし、両足を伸ばして脱力です。それでは、両膝を曲げて、体の向きを左側に倒して横向きにしましょう。背中を少し丸めて、左下に排泄口がありますので、重力で腸の動きを活性化していきます。それでは、体を支えて上体をゆっくりと起こしていきましょう。起きれたらあぐらの姿勢で座っていきます。それでは、ここからは上半身を主に動かしていきます。マットの前に両手を置いて、そのまま前屈してお尻太ももの外側をまずぐーっと伸ばしていきましょう。軽くストレッチしておきます。おでこマットの上で脱力。腕の伸びや脇の広がり、背中の伸びを感じてみてください。両手顔の近くに置いて上体を起こします。足を組み替えて、もう一度同じ動きです。両手体の前。上半身前に前屈しましょう。お尻や外太ももを伸ばし、両手を前に伸ばして、腕の伸び、脇の下、背中の硬さをチェックしてみてください。上半身の硬さが腸の動きを、低下させている一つの原因でもあるので、よく上半身で見ていきます。両手片方ずつ顔の近くに置いて、上体を起こしていきましょう。起きれたら一呼吸。ふぅ。マットの上に立っていきます。そしたらまずは腕を大きく回していきましょう。腕回しです。右足を軽く一歩後ろに引いたら、右腕前から後ろに大きく回していきます。こわばっているお腹の横の筋肉や右の肋骨周りの筋肉、詰まりやすい右脇の下を程よくストレッチして、老廃物を流していきましょう。腕をこう回し上げるときにお腹も結構ね、ぐーっと伸びると思います。お腹のストレッチ、もしながらほぐしていきましょう。腕には力を入れず、重力使ってスッと落ちていき、その反動でガッと上がっていきます。肩や腕に力を入れて回そうとせず、自然な流れに任せて腕を動かしてみてください。関節が硬いというよりも、お腹や肋骨、胸横、脇下、背中の筋肉が硬くて、皮膚が伸び縮みしないので腕が上がらないっていう考え方もできると思います。
肩や肩甲骨だけの硬さではなくて、皮膚の突っ張り、皮膚の硬さも原因の一つかなと思います。柔らかくしていきましょう。反対行きましょう。今度後ろから前に大きく、しっかり回していきます。力を入れて回すのではなくて、自然に任せて回していきます。意外とこれが難しいです。手首や肘、肩周りに力を入れず、腕の重さを使って回していきましょう。意外と難しいです。まずは力を抜くっていうところから始めてみてください。はーい。では動き止めて反対行きましょう。左足を軽く一歩後ろに引いて、左腕前から後ろに動かしていきます。力を入れず、腕の重さを使って動いていきます。呼吸はね、自然です。結構お腹の筋肉、お腹の横、右の肋骨、右胸の横、脇の下、二の腕、肘周辺が硬くなっていて腕が動きにくいっていうのあると思うので、一つ一つ柔らかくしていきましょう。意外とこう肘もね、曲がりっぱなしなので普段。パソコンしていたり、携帯いじっていたり、料理していたり、何か物を書いていたりすれば、ゲームとかしててもね、肘はずっと曲げたままなので、なかなかこう伸びないっていう方は多いかもしれません。反対行きまーす。腕が下がりました。今度後ろから前に。腕の力を抜いて大きく回していきまーす。結構難しいですよね。回数は特に決めてなくても大丈夫なので、時間があった時に大きくこんな感じで動かしていくと、結構血液も指先の先端に流れていくので、指先が冷たいなって思う方にもおすすめです。なんか結構この回している途中でも指先がじんじんピリピリしてくるかもしれません。動きを止めて、はい、リラックスでーす。そしたら両足を閉じて腕を下げていきましょう。そしたら少し呼吸をして、この後は体をぐーっと伸ばしていくんですけど、お腹、あとお腹横、肋骨、胸横、脇下、二の腕、肘周辺、ちょっと意識してみてください。普通に伸びていくんですけど、結構ね、難しいです。では、足幅を腰幅ほど開き、つま先とかかとまっすぐ正面に向けていきましょう。両手体の前で指と指を組んで、手のひらを返して、手の甲を頭の上に乗っけてください。肩が上がってると辛いです。両肩を落とす。息を吸いながら両肘を伸ばします。お腹横、肋骨、脇下、二の腕伸ばしてください。吐いて脱力。両肘緩めて頭の上に手の甲です。肩が上がり下がりしてると辛くなります。両足重心。吸う息で両肘を伸ばす。目いっぱい伸びて。吐いて脱力。肩を緩めて、肘を緩めて、頭の上に手の甲です。もう一つ行きましょう。吸って伸びる。吐いて脱力。あと二つ。吸って伸びる。吐いて脱力。最後。吸って伸びる。吐いて脱力。両手を離し、体の横に下ろしていきましょう。
この後は体幹を使っていきます。足幅を腰幅ほど広げ、つま先かかとまっすぐかどうかもう一度確認してください。両手体の前、指と指を組んで手のひらを返して息を吸いながら両手頭の上、目線は手のひらです、もしくは手の甲。息を止めてかかとを上げる。吐いて脱力。かかとを下ろし、腕を下げていきましょう。ちょっとだけ息止めが入ってね、バランスを取りますけど、苦しかったら息を止めないでください。両手体の前、指と指を組んで、手のひらを返して息を吸いながら両手頭の上、目線も手の甲です。息を止めてかかとを上げる。吐いて下ろします。親指から小指までしっかりと体重かけてください。吸って両手頭の上、息を止めてかかと上げる。吐いて下ろします。吸って両手頭の上、止めてあげる。吐いて下ろします。吸って両手頭の上、目線も一緒、止めてあげる。吐いて下ろします。できるだけ高くかかと上げてみましょう。吸って両手頭の上、肩上げない。止めてあげる。吐いて下ろします。肩上げるとしんどいです。吸って両手頭の上、目線も一緒。止めてあげる。吐いて下ろします。もう一つ。吸って両手頭の上、止めてあげる。吐いて下ろします。足幅はこのままですが、ほんの少しだけつま先を外に向けていきましょう。両足重心です。骨盤の位置はこのまま。両手体の前、指と指を組んで、手のひらを返して両腕頭の上、上で伸びます。吐いて上半身、右真横に倒す。体重両足重心です。吸って上体真ん中。吐いて上体左真横に倒す。右足にしっかり体重乗っけましょう。吸って真ん中。吐いて下ろします。両手体の前、指と指を組んで、手のひらを返して息を吸いながら両手頭の上、上で伸びます。吐いて上体、右真横に倒す。吸って真ん中。吐いて上体、左真横に倒す。骨盤は動かしません。吸って真ん中。吐いて両手下ろしましょう。両手体の前、指と指を組んで、手のひらを返して息を吸いながら両手頭の上、上で伸びます。吐いて上体、右真横に倒す。硬くなっているお腹周辺の筋肉をストレッチしましょう。吸って真ん中。吐いて上体、左真横に倒す。吸って真ん中。吐いて両手を下ろしていきます。両手骨盤のところを鼻から息を吸って背筋を伸ばしてください。吐く息で上半身30度ほど前に倒していきます。吸って上体元に戻して、吐いて上体60度ほど前に倒していきましょう。吸って上体元に戻して、吐いて上体、さらに前に倒し、お腹と太ももが、お腹と胸がマットに対して平行になるように上体倒していきましょう。腰が丸まらないように気をつけて。背中が丸まらないようにしっかりと背筋を伸ばしてください。背筋が必要です。そうすると体重がお尻の方にかかりやすくなっているので、体重を10本の足の指の付け根の方にかけてみましょう。
そうするとお尻の位置が移動します。かかとの真上にお尻が来るようにすると、体重がしっかりと指の付け根のところにかかり、伸びる筋肉が変わってくるかなと思います。両手を離し、体の前に、お尻を伸ばしながらさらに前屈していきましょう。手のひらがマットにつく方はつけて、頭を下げて頭の頭頂が床です。体重は腕ではなく、10本の足の指の付け根にかけてください。かかとの真上にお尻。呼吸は自然です。さらにいけたら、肘同士をつかみ、頭を下げて腕の重さと頭の重さで首の後ろを伸ばしていきます。それでは両腕を下げて、両手骨盤のところ、背筋を伸ばします。体を少し持ち上げて、目線が正面。息を吸いながら上体を起こし、息を吐きましょう。腕も下げていきます。足を閉じていきましょう。両手胸の真ん中に、手のひら合わせて合掌です。息を吸いながら両手頭の上気持ちよく伸びます。吐きながら両膝軽く曲げる。吸い気で両膝を伸ばして、吐きながら両膝を先ほどよりも深く曲げていきます。吸って両膝を伸ばして、吐いて両膝をいけるところまで曲げていきましょう。背筋は伸ばしたまんま、膝曲がるところまで曲げていきます。太もも同士はくっつけておきましょう。両手マットの上に置き、お尻を下ろして両足を伸ばします。背中後ろに倒していきましょう。腹筋を使って背骨を一つ一つマットの上に下ろしていき、最後は頭です。腕を下げますが、手のひら上に向けて、両肩はリラックス。優しく目を閉じたら少し呼吸をしましょう。呼吸整えていきます。それでは少しずつ意識外の方に戻していきましょう。両足を閉じ、頭から足までをまっすぐに、右の膝を曲げて、右足のつま先、左膝の上、左手右膝の上に置き、右腕は横に大きく広げて手のひら上です。息を吐きながら右膝左へ倒していきましょう。ゆっくりです。右のお尻と腰と背中全体を伸ばしながら膝の角度を変えて、右と左の肋骨をぐーっとねじりながらさらに膝の角度を変えていく。左手は右の骨盤の上、もしくは太もも膝上、どこでもいいですが、骨盤下から固定し、左腕脱力しましょう。右と左の肋骨をねじり、右胸と右肩を開いていきます。顔の向きはどこでもいいです。楽なところ。右の脇を広げるようにして右腕伸ばしてみてください。あとはしっかりと呼吸しましょう。お腹を深くねじってお腹のストレッチとお腹のマッサージを行っていきます。
一つ一つ丁寧に呼吸してください。おへその向きをしっかりと左側に倒してねじりを深めていきましょう。それでは、右膝をゆっくりと戻していきます。腕と足は皆さんのタイミングで下ろしていきましょう。反対も行きます。足が開きすぎている方は閉じて、左の膝を曲げて、左足のつま先、右膝の上、右手は左膝の上で、左腕は大の字のように大きく広げていき、手のひらを上にします。息を吐きながら左膝を右側に倒していきましょう。ゆっくりです。左のお尻と腰と背中全体を伸ばしながら膝の角度を変えていき、右と左の肋骨を広げながらねじりを深めていきましょう。なるべく左膝が床につくまで落としてください。そしたら左手は、ごめんなさい、右手は、左の骨盤の上、太ももの上、膝の上、どこに置いてもいいですが、右腕は脱力です。おへその向きをしっかりと右側に倒して、胸と肩を開いていきましょう。最後に、左の肘を伸ばしていきます。左脇を広げて肘を伸ばす。ゆっくり呼吸です。それでは、あと一つ呼吸しましょう。ゆっくりと左膝を戻していきます。腕を下げましょう。両膝は曲げていきます。お尻の位置が曲がっていたら整えてください。両膝と両胸を近づけ、両手は両足を抱えていきます。指と指をしっかりと組む。顎を引いて、肩と肩甲骨をマットにぐーっと近づけ、お腹と太ももの距離を近づけていきます。腰のストレッチをしていきますが、お腹にも圧がかかっていきますので、しっかりと呼吸をしながらお腹マッサージしましょう。それでは、両膝を左右に小さく倒します。背骨が出ないように気をつけてください。ゆっくりと体を左右に倒し、背骨の外側にある筋肉をほぐしていきます。脳から直接、脊髄神経が背骨に通っていますので、背骨周辺の筋肉が硬いと、その硬い筋肉がね、背骨に通っている神経を圧迫してしまうことにもなる。なのでゆっくり体を左右に倒しながら筋肉をほぐしていきましょう。真ん中で動きを止めて腕と足を下ろしていきましょう。頭からお尻までがまっすぐ。腕を下げますが、手のひら上に向けて、腰が浮かないように両足を丁寧に伸ばしていきます。体全体の力を抜き、優しく目を閉じていきましょう。鼻の呼吸に意識を向けていきます。
それでは少しずつ意識外の方に戻していきましょう。足先と指先を軽く握る、開く、握る、開く、感覚を取り戻していきます。動きを止めて一呼吸です。次の吸い息で両手頭の上気持ちよく伸びましょう。目いっぱい伸びてそのまま自然呼吸、伸びをしながら自然呼吸です。背骨に通っている神経を整えていきましょう。大きく息を吸ってさらに伸びる、吐いて脱力。両膝を曲げて体の向きを右側に倒して横向きにしましょう。体を支えて上体を起こしていきます。起きれたら足をクロスした形で座っていきましょう。膝をなるべく外に広げ、両手膝の上、優しく目を閉じ、鼻の呼吸に意識を向けていきます。それでは両手胸の真ん中に合わせて合掌です。皆さん今日もこの時間のクラスに参加していただいてありがとうございました。便秘で悩んでいる方は私だけではなくて多くおられると思います。何か特別なことをするわけではなくて基本的なところですよね。運動、食事、あと水分、しっかりととっていきましょう。毎日お通じがあるっていうことが理想的です。私はちょっと食べ過ぎちゃってね、お腹がポンポンしてる感じですけれども、やっぱりこういいものを入れる、食べるとかっていうそういうところだけではなくて、いいものを食べる、いいものをサプリだったりとか飲み物として入れるだけではなくて、出す力をしっかりと養っていくっていうことも大切だと思います。結局いいものを入れたとしても出さなければ老廃物となってやっぱり体中に停滞していくわけですからね、溜まっていくわけですので、それが腐敗してガスが発生して体中をこう巡っていくってなると、考えただけでもやっぱり体調が崩れやすくなっていたり、気分が下がりやすくなっていたり、何かこう重だるくなるような感覚もあるかもしれません。なのでいいものを入れるだけではなくてしっかりと出す力も養っていきましょう。皆さんこの後しっかりとお水を取ってくださいね。この後もどうか素敵な時間をお過ごしください。そんな願いを込めて。ナマステー。